さあ、皆さんこんばんは。ということで、モートンで、もうバチコリ、ボコボコにするぞ、マジで。ガチカードやから、これは。攻略ページで見た、ガチカードです。これで、勝てるはず。遅い！やっぱり遅い、俺のカード。どうして？てか、曲がりにくいな、これ。先行入力か、必要ない、これ。あ、でも、いい。早い！早いぞ、俺のカード。思ったより。これは、上位狙えるぞ、今回は。いつも、ね、今回、初見の方に説明しますと、僕、いつもね、8位とか10位とか12位とかなんですね。ほら！いつの間にか12位になる。ひどくない？本当に。でさ、モートン。モートン使えば勝てるって言うやん。ほら、俺の PS のせいでこれ。おかしいでしょ、これ。まあ、ボコボコにされるのを見てて面白いって思う方は、すごいいいと思うんですけど、やってる身としては、1位になりたいんですよ。いつもなんか2桁ばっかりで。ねえ、ここでスター需要ないよ、ほんとに。まあ、ええわ。次、キラー来てくれればね、OK なんで。さあ、キラーを狙っていきましょう。なんで？何その右のショートカット。そんなんあんの？知らへん、ちょっと。なんか、コースを覚えてないっていうか、ゆうたくん、なんで俺の前にいるの？ゆうたくんは俺の後ろ。おい、ゆうた。なあ、そのスター3連続どうなのそれ。俺は、一直線やで。ドッ！オッケー、赤コーラをしっかり阻止していく。あ、ドリフトできるんだ。いいね、キュウリ。なあ、スター4連続ってどういうことよ、それ。俺も、スターのとこって呼んでいいよ、みんな。俺、スーパースターや、これは。スーパースター6位。おっと、スーパースターを蹴飛ばしていくな、お前。アイテム取り合んねんけ、お前。もう、てか、みんなそっち行くのはすごいな。そこって何なの？そんな簡単なショートカートな。2000体でそんなショートカートできる人はおるんや。正直、2000体は俺みたいな PS が集まっとるとこやと思ったけど。さあ、キラーを来たれ。スターどういうこと？ほんまにこれ不正やって。さあ、キノコで、しっかり、これで順位を、挽回。おいー、キノコいらん、もうスターでいいよ、そこ。出る場所間違えてるよ、ほんまに。いけ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 。あー、よくやった。半分。すごいいいと思う。いや、いい。皆さん、雑魚やと思うかもしれんけど、いいよ、これ。俺的に6位は、いいスタート。さて、モートンを使ってる限りはね、しっかり1位を狙っていきたいということで、やっていきましょう。しっかり。よし。オッケー、おい、ミスってるやんけ、おい。さあ。このステージは、加速ゲー。さあ、ここで。ああ、まあ、いいでしょう。アイテム、アイテム、おお、なにー、おい、あ、キノコで防ぎやがった、あいつ。なんてやろうや。さあ、キノコ、オッケー。さあ、ここでキノコ、使っていきましょう。お、キノさん、いいですね。ここでキノさんは、いいですね。さあ、3位。おい、おい、その、赤コーラ、あかん。あー、危ない。ちょっとちょっと、アイテムを取らせましょう、僕に。アイテムくれ。さあ、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 いいよ、これ。キノコ系やん、これ。キノコ系やんけ、このステージ。さあ、もう、防御アイテムでいいわ、もう。キノコー！スター、やめてー！赤コーラ来た！あー！スター！やめてスター。ぶつかるやつはちょっと許さん、マジで。さあ、前投げて。あ、投げられた。あー、あー、全部消えた。俺のサイダーボールが全部消えた。さあ、キノコ読みの。オッケー！あれ？ 4 位じゃないけど、あれ？ 2 位じゃなかった、あれ？あれ？あれー？今更なんですけど、僕って動画内で1位取ったことありましたっけ？2位もなくない？なくない？やばくない？ちょっと、1位取ってきますわ。さあ、モートン勝負。あのカード何あれ？あれかテンプレートするの？
花ちゃんや。花ちゃん、ちっちゃいやつ。お、なんか減速じゃなかった、あいつ。どういうことや、落ちたかな。ってことは、俺の1位確定。モートもなんだか俺が1位。絶対俺が1位。さあ、当てる相手はしっかり見極めてね、恨みを当てていいかと思います。あ、ここで当てていく、落ちろ。オッケー、落ちればね、いいんですよ。落ちればもう俺のもの。さあ、2個取っていき。ここ、いいですね。かっこいい。モートン来た。俺のキノコ奪うな、お前。って奪われてなかったけど、ちょっとやばくだから。あれさ、Wみたいにさ、早すぎる。何ショートカット今の。だから意味ないショートカットだなぁ。なんかもうあれじゃない、なんかもう、PS 的にアウトじゃないこれ。ちょっと、俺と結構真面目にやっとるんやけど、俺。さあ、キラー出てもなんかもう、追い返せやん気がしてた、俺は。右のマップ見てください。かなりの差があります。まあ、キノコはむやみに使っちゃダメということですね。さあ、一直線で使っていきましょう。さあ、テレサ、キラーを取ってこい。ノー、ダメだわ。そう、そい、おい、おい、なんで見苦しいね、これ。もう見てる側的にすごい見苦しくない。さあ、スターいらねえなー。てか、落ちろ、落ちろ、落ちろ。いいな、キラー。許せやわ、それ。俺にもキラーくれ、ほんまに。もう、越せる気がしやん。この2個で、キラーを、おう当てに行く。スターを無駄にしていくところ、まあ、いいでしょう。お、前が見えてきたぞ。あ、アイテム。おいー、どういうこと、それ。絶対俺10位や。ちょっとー、なんか勝てる気せえよ、これ。落ちそう、落ちそう。さあ、せめて6位ぐらい。おっ、なんで、なんでこのタイミング、しかも、なんか、下がっていくし。さあ、キラー、キラー。オッケー、しかも、クラウンキノコ待ってますね、これ。これ、来たんじゃね、前見えやん。でも、このステージでこれあんま使えなくね、落ちるよ、俺、絶対これ。あ、しかし、意味なかったー。あー、もうダメか、これ。